こんにちは、中山と申します。本プロジェクトでは、なんとなく一人でにいい感じになってくれるネットワークというものについて研究を進めてきました。軽めのタイトルなんですけれども、気にしている課題はちょっと重めです。皆さんもご存知の通り、社会的な構造の変化が進んでいまして、少子高齢化、人口減少といったものが進んでいます。またそれに伴って生産年齢人口が減ったりとか、人がどんどん流出してしまったりとかして、産業の衰退といったものも起こってきます。またこれは自分が企業にいた時に思ったことでもあるんですけども、ちょっと人の元気さみたいなものが減ってきているような、そんな気がします。で、これから先こういった課題はどんどん重みを増していくものと思われます。でさらに人の住む環境の方に目を転じてみると、都市の衰退というもの、縮退というものが始まっています。だんだん採算が合わなくなって、産業が撤退していったりとか、空き家が増えていくといったことも起こりますし、またインフラを維持したりとか更新したりするといったことが非常に難しくなっていきます。つまりこのまま今の今までのやり方でインフラを維持していけるかというと、そうではないかもしれない。またコロナで分散化が進んでいます。分散化自体にはいいこともとてもよくあると思うんですけども、今後は分散化を前提としていろんなものを準備していかなければいけないというふうに思います。こうした課題に対して自分が考えている方向性を一言で言ってしまうと、分散協調自体を支える、そういう仕組みを作るということです。非常に風呂敷なんですけれども、そういうような新時代のインフラとか街づくりであったりとか、その上で多くの人が明るく楽しく生活したり働いたりできる、そういう仕組みを作っていければというふうに思っています。でその上で、その端緒としてこのアクトアイのプロジェクトでは、分散協調時代を支えるための、必要な時に必要な場所で人や物をつなげるネットワークというものについて研究を行ってきました。ハイブリッド化が前提となっている昨今、今回のネットワークへのコネクティビティというものは必須の社会インフラとなっているというふうに思います。ですし、縮退とか分散化が起こっている、そういう状況の中では、従来と同じような方法でインフラをずっと維持していくということはとても難しいのではないか、そういうふうに考えまして、必要な時にオンデマンドでネットワークがつながる、そういったものについて研究を進めてきました。さて、ここからは加速フェーズで行った研究テーマについて、具体的に紹介をしてまいります。先ほど申し上げたように、必要な時に必要な場所で人や物をつなげるネットワークという大きなテーマのもとで、もう少し具体的に、大きめのモバイルネットワークっていうようなテーマから、もう少し身近なデバイス同士をつなげましょうといったようなテーマに至るまで、幅広めに6テーマ大きくは行ってきました。以降では各テーマについて一つずつ紹介していきます。まず一つ目のテーマは適応的なネットワークというものです。こちらのテーマはドローンとかロボットとか、そういったものにモバイルの基地局機能を搭載しまして、それは多数の自律的に移動可能なノードが自分でネットワークをオンデマンドに再構築していく、そういったような内容です。アクトアイの本機関の中でこうしたコンセプトについてかなり提案を行いました。この加速フェーズの中では、実際のデータを用いて評価学習によって、自律的な移動を行うアルゴリズムであったりとか、あとは実際にドローンに物を積んで飛ばすといったような実験を行いました。また実際に低遅延性などのサービス品質と満足するような転送法といったことについても検討を行っています。このテーマ、何がとても重要かと申しますと、短期的なその需要の時空間変動に対応するということのみならずに、長期的な都市構造の変化に対応可能なインフラ作りに貢献するのではないかというふうに考えています。つまり、インフラがあるんだけどない、ないんだけどあるみたいな、そういったようなオンデマンドにこうインフラを作れるよみたいな、そういった方向になれば、メンテナンスとかのコストが下がると、そういったことが期待できるのではないかなというふうに思っています。二つ目のテーマ、クラウドソースネットワークというものです。何をするかというと、自家用車とか、そういった一般市民の持つものなどに基地局を乗せて、あとは自律的に移動や起動、スリープなどを行ってはどうかと、そういった提案です。こちら何がいいかと言いますと、先ほどご紹介した適応的なネットワークに加えて、
モバイルネットワークオペレーターが操作をするんではなくて、もっとオープン化したネットワークの作り方みたいなものを提案できないかと、そういった意味があります。そしてまた、そのため制御の方法であるとか、実際にこう高速移動する、車に乗っかったもの同士で高速にルーティングするといった、実際的な手法とかも、検討を行いました。3つ目のテーマ、自律的なデバイス、デバイスというものです。デバイスとデバイスというのは、ユーザーのスマートフォンであるとか、IoT デバイスであるとか、そういったデバイス同士がどんどんつながっていく、そういうような内容です。でつまり先ほどまで言っていたような基地局をどんどん打ちましょうと、オープンに打ちましょうということだけじゃなくて、さらにデバイス同士でつなげていくことができれば、基地局から先も、自律的にオンデマンドにつなげていくことができるのではないか、そういったようなテーマです。でこのテーマの中で特に自律的にそのデバイスが参加するということに焦点を当てて検討を行いました。で実際には市場原理に基づいてオークション形式で売ったり買ったりすることでつなげるといったそういうようなシステムについて提案を行いまして、こちら特許の取得とか、も行いました。さらにデバイス間で直接コミュニケーションをする際の新たなチャンネルというものについても検討を行っています。LED やデジタルサイネージ、ディスプレイなど、そういった光源から出た光の信号をカメラで撮影をして受けるという光カメラ通信 OCC という技術について、かなり基礎的な技術開発からもう少し応用的なアプリケーション面まで、広めに検討を行ってきました。こうした技術は今後国内におけるロボットとかの即位であるとか、あるいはデバイス同士をうまく認証するであるとか、あとはドローンの制御であるとか、そういったことに活かせるのではないかと思っていまして、産業応用ができればいいなというふうに考えています。5つ目は、また少し経路が違ってくるんですけれども、守備するというようなセキュリティ面の技術です。デバイスがどんどん増えて、それぞれがどんどんつながるということは一つとてもいい面があるんですけれども、その一方で IoT がボットネット化してしまって、たくさんこうリードスのような攻撃が発生してしまうと、そういった問題がこの数年間続いています。ですので、そういったスマルウェアによるボットネットからの攻撃をなるべく食い止めてあげる、そういったような技術を開発しています。特に本テーマで重要な点は、既存の安価な装置を用いて単純に設定を変えるだけで攻撃を緩和することができると、そういったことでして、すでに幅広くこうデプロイされているような装置をうまく使えないのかなという観点で、役に立つものを作れればというふうに思っています。最後のテーマ、水中ネットワークです。モバイルネットワークを水中にまで拡張しようという方向性で、深層学習を用いてデータを圧縮変調するような技術、そしてそれを水中音響通信であるとか光通信で飛ばす、そういったことについて検討を始めています。これ本年度最後に始めたようなものなので、まだ具体的なこう成果に結びついていない面はあるんですけれども、実際に北海道の千歳市などとも連携をしまして、国立公園である支笏湖で実験できるような体制を整えるなど、今後の検討に向けた基盤作りをかなり進めることができたのかなというふうに思っています。今後リアルタイムかつ広範囲の水中の観測などで各種産業への貢献が期待できるのではないかというふうに考えています。最後にまとめと今後の展望についてお話をします。この加速フェーズの期間中に、実際にこのオンデマンドに人や物をつなげますという、そういうネットワークについて多くのトップ論文誌や国際会議に採録をしていただきました。また新たに水中のネットワークであるとか光カメラ通信であるとかいった技術に取り組みまして、先駆的な成果を得ることができました。またそういう定量的な業績面だけではなくて、コラボ面といいますか、そういった方でもグッドアイの研究者と多くのコラボを立ち上げたりとか、どんどん拡大しているといった面がとてもありがたかったかなというふうに思っています。また自分は企業出身で、このアクトアイが始まる前まで本当に企業にいたので、ほとんどこうアカデミックな知人とかあまりいなかったんですけど、このプロジェクトに参加する中で非常にいろんな方と知り合ったりとかすることができて、その子の確率っていうことをある意味体現できたのかなというふうに個人的な感想として思っています。
はい、でまた最後に今後の展望については、ここでやったものはこれで終わりというわけではなくって、今後も JST 先駆けであるとか、さまざまなプロジェクトで継続していければいいなというふうに思っています。また技術の社会実装であるとか、少し社会の活性化元気になればいいなというふうな気持ちがありまして、企業などとのコラボを今拡大している最中です。今後とも頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。